ダリアートラスはイスラエル出身の指揮者、ハイファの生まれ、地元の音楽院を経て、1951年にルービン音楽院の奨学金のためのピアノコンクールで優勝して、ピアノ、音楽理論と指揮法を学んだ。1963年にグイド・カンテッリ国際指揮者コンクールのファイナリストとなり、ハイファ室内管弦音楽団の音楽監督となった。また同年、 イスラエル工科大学のオーケストラを創設している。1964年には、ロイヤルリバプールフィルハーモニー還元楽団主催の国際指揮者コンクールで第4位、ディミトリ・ミトロプーロス国際指揮者コンクールで第2位入賞を果たし、特別賞を受賞した。また、ディミトリ・ミトロプーロス国際指揮者コンクールで、ファウスト・クレバの地記を得て、メトロポリタン歌劇場のクレバの助手を務めた。 1968年にはイスラエルプロムジカ還元楽団を創設して音楽監督となった。1986年からイスラエル工科大学でオペラのワークショップをするようになり、1991年には室内還元楽団のアトラスカメラータを発足させた。2007年にはイスラエルにエルネスト・ブロッホ協会を設立し、自ら会長に就任した。 アーカイブ2020年8月12日、ウェイバックマシン公式サイト、ダリアアトラス。2015年1月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月10日閲覧。デリアアトラス。ありがとうございます。